久保さん、なんか最後いい語呂が出たんで僕が合わせておきます。知ろうとしない人は素人であるっていう。これよくないですか知ろうとしない人は素人であるっていう。まあ久保さんの言葉をしっかりとタイトルにしてみました。<laughs> まあね、知らなければ何も始まらないですからね、できないし、知識がなかったら何もできないです。なので最初は知ろうとするっていうことが大事。あの、だからそれを言葉で言うならば、何ですかね、あの、探求とか、何ですかね、 欲求だったりとか、なんか、そ、それを知りたい、手にしたいとか、まあ、そ、そう、それがないと、まあ、知れないですよね。探したくないもの、探しそうと思わないものは探さないし。どうすか例えば、財布が、財布を落としてしまったっていうことで、あの、一度は経験あるかもしれないですけど、めちゃくちゃ探すじゃないですか。まあ、スマホでもいいです。めちゃくちゃ探しますよね。で、それなんで探すかっていうと、めっちゃ欲求が強いからですよね。 いや、じゃあ、じゃあですよ。1円なくしましたって言ったら、警察に電話します多分、1円なくしたら多分、その、探そうとする欲求は少ないと思います。多分ね。まあ、人にはより人にはよるかもしれないです。すいません、1円落としたんですけど、そこに、あの、届けられてないですかって交番にかける人も世の中にいるかもしれないですけど、割合的にめちゃめちゃ少ないと思います。すいません、1円落ちてませんかみたいな。 でも財布落ちてませんかは絶対連絡する確率は絶対ではないけど確率は非常に高いですよね。ただそれは何の違いがあるのかっていうと欲求ですよ。それを戻したい、困るとかね。うん、なんかまあいろんなまあそういうのがあると思うんですけど。だ大切なのは本当にね、あの、そうなりたいとかね、あの、本当に稼ぎたいっていうね、まあ原子はね、元素というかそこはすごくシンプルなものなんですよ。で、そのシンプルなものが強くなければ人は動かないってことですね。言ってらっしゃい。